じゃあそちらのコーヒーセットというか、一斉さんはねロケーションコーヒーの、うん、アンバサダー的なことをやらせていただいて、なんかいろんな種類あるんですよね。あ、5種類あって、でなんか今日はちょっとあの沢と森林っていう、あの、おあんまりいつも飲まない、いつも飲まないジャンルのやつをちょっと余ってたんで持ってきたんですけど、5種類あって、なんかそれぞれ原産国とか入り方みたいな、焙煎の仕方みたいなのが違うんで味が結構違うんです。浅入りのやつもあったり深入りのやつもあったり、なんか結構いろいろ。で、1袋がなんか大体 35g なんで、はい、なんか1回のキャンプで1袋普通になくなるみたいな感じのスピードで、2杯分ぐらいですね。そうですね、2か、まあ、3か、3かぐらい。で、こちらね、あ、そうですね、こんなちっちゃいのあるんですね。そうなんです、タイムモアナノ、ナノ、ナノ、へえ。1人やったらこれで、そうですね、2杯分ぐらいできるんですか。あ、できます、はい、まあ1杯、1.5 杯ぐらいかな。あ、はい、いやでもソロやったら十分の、これがね、こう折りたためる機構になってて、もうすごいこうスロン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 なんですよ。おで、まあ、これミルとかで結構壊れやすいの、こう柄の部分なんてこうマグネットになってるんで、はいはいはい、まあ、事実上半永久的に使えるっていう、摩擦ゼロなんで、まあ、そういった代物で、今やったらもう普通にアマゾンとかで買えると、でも日本で正規大正規品の卸が入ってるんで、そうですね。僕が買った時はそれが入ってなくて、個人輸入でなんとか取り寄せたんですけど、その2週間後ぐらいに日本であの正式に販売が決定する、あのそういった感じになってます。そういう代物ですね。1.7 倍ぐらいお金出したんですけど、あのちゃんと 2週間ぐらい定価で買えるようになったんで、よかったら、あと2週間待てば、はい、よかったらぜひ皆さんね、いいですね、ナノ。かっこいい。コンパクトでね、かっこいい。このケトルは、これがオールドホールっていうのを使ってきて、はい、イギリスのヴィンテージケトルなんですよ。で、行きつけの雑貨屋がなんかヴィンテージ店みたいなのをやってて、そこで一目惚れして買ったケトル。形めっちゃかわいいですね。これ直火、直火、OK、このままいけます。へえ。ただそこにあるあの外の三三人のあれとの相性はめちゃくちゃ悪い。あ、悪そう。つるんつるんなんで、つるんつるんなんで、もうこけまくりの、こけまくり、なんかアルコールストーブとかとの組み合わせも最高です。これはいいですね。めっちゃアルコールストーブもそうです、おしゃれで。こちら味込みキャンプギアっていう、岡山のブランドなんですけど、これとか、あとこのランタンハンガーも実はそうで。あ、そうなんですか。これ多分今販売開始されたかなっていうやつ。これになんか溶接して作りたいんだっていう話を、はいはい、あの前遊びに来てて言ってて、あの実際にもう製品化されたみたいなんで、結構ね、かっこよくて。これもそうです、これもギターケースなんですけど、これも同じですか。革製品。あ、そうです、そうです、作られてる。はい、革と金属がもうメインになってるんで、かっこよくて、かっこいいですね。はい、僕もなんかもう全然折りたためないやつなんですけど、あ、まあかっこいいなら OK でしょって、はいはい、うん、まあサイズもそんな暴力的なサイズしてないから、まあそうですよね、はい、まあクッカーぐらいの大きさなんで、うん、別にそんなしんどいな持ち運びって思ったことはそこまでない。あ、まあ、ね、まだ薄いしね、まだ許せる範囲ないですね。味込み、味込みギア、味込みギア、はい、なんかそこもコーヒーの豆をやってるみたいなんですけど、はい、まあ、それはあの気になる方はちょっと見ていただいて。一斉さんはまだ制定できない、こっちがあるから、こちらが、はい、ロケーションコーヒーはね、美味しいです。あ、本当ですか。すごい。もうでもこのね、あの引くやつ、おしゃれキャンパーさん全員持ってるんですよ。これはいつかゲットします。僕もこれどこで買えるんやろうなーって思って、おしゃれやなと思ってたら雑貨屋にあってやこれや、これやった、1500円で買える、
すぐ買いました。いやもう見つけたらすぐ買いましょう。みんなそうやって買ってきてるんやろなってちょっと思いました。あそういうことですよね。買いましょう。買います。あとこのねお香立て、はい、立てっていうかぶら下げてますよ。なんか挟み込む感じなんですけど、はいはい、なんかここに切り込みが入ってて、お香ってなんか結構その立てるスタンドとかもあるんですけど、なんか立ててる部分がロスするんですよね。なんかそこまで燃えないんで、はいはい、いつもこれぐらい残ってる、うん、僕結構ケチなんで。いや若いのにケチやから、もうギリッギリまでタバコとかも根元まで吸うタイプだから、やっぱちょっとこれもお香も根元までいってほしいなっていうので、極力あのロスが少ない。そんな理由で。結構やっぱ気になってたんですよね。なんか おしゃれな、なんかこんな楕円形のなんかあって穴開いてて、うん、あるね、テコのテンションでこう立つみたいなやつあるんですけど、うん、なんか短くなったらテンションかからなくなって、スッてこう落ちるし、なんか割となんかエアコンの数とかでパッてなって、灰がテーブルに落ちて、それをこうやってうわって触ったらビヤってなるんですから、それだったらこういうタイプの真下に落ちてくれるし。ああなるほど。これはもうじゃあ最後まで、最後まで燃え尽きる。最後こんななんか 0.5 ミリぐらいの塊だけこうやってゴミ箱に入れてピンバッてしてやればいいんで、灰皿とかこういう。いやでもこれシンプルで可愛い、うん、そうなんですよね。なんか巷ではこれあの、取り外せるやつがあるみたいなんで、もし買われるんやったら皆さんそちらをお買い求めいただいた方がいいかなって思います。そうですね、持ち運び、これはあのバラせないタイプなんで、へー、結構困ります。おしゃれですけど、いいな。ここ蚊取り線香しか炊いたことないから、はい、ここ要チェックやね。要チェックです。はい、こちらのテーブルにもこだわりがあるみたいで、はい、はい、見方が微妙にわからないテーブルになってます。あのメーカーの名前がいまいち日本語読みがよくわかんない。あそういうこと、はい、英語であの後で送っておくんで、あの下に貼っといていただけたらいいんですけど、あの読み方が難しいご覧の名前になっているんですけど、はい、こちらです、はい、韓国 の、はい、あのブランドになってて、多分あ全然有名じゃないんですよ。まあ、量がそこまで多分まだ市場には出てなくて、でも一つ一つ手作りで作ってるっていうことで、色とかも結構好きだし、サイズ感ももっと大きいやつを持ってたんですけど、でかすぎてビートル、まあ、ちょっと今日違うんですけど、ビートルの、 あのトランクの横幅がギリギリ乗らなくてさ、長さがなんで、まあ、縦に詰める短いドールテーブルっていうので、これはちょうど良かったんです。この組み立ての感じが全くしない。確かにヒンジとか、これなんか全く見えてないんです、うん、これがもうプロダクトとしてめちゃくちゃかっこいいな。あなるほど、どうなってるんやっていうところで、ほんまに不思議。なんか不思議なテーブル。でももうサイズがめちゃくちゃ良かった。すごいなっていうテーブルです。すごい。でも帰るかどうかもわからない。連絡が取れない。連絡が取れない。オーナーと連絡が取れない。すごいブランド。運が良ければ帰るみたいな。へえ、いいな。かっこいいですね。かっこいい。サイズ感もちょうどいいし。で、まあこの木製のポールを特注で作ってるんですけど、まあその辺の雰囲気とも合うようにしてて、木製のポールもこれ自分であのビンテージオイルで、あの色自分の好みの色さ。そうなんや。すごい。これであの40センチ分割にしてて、はいはい、僕が持ってるワンテグリスのテントを全部に対応できる分割す、すごい。ほんでこのノースゲージに使うときは、ここで1、2、3、4、5本、2メーターの違い 1.6、1.6、うん、で1本余るんですよ。あ、で14本で、白いテントのときはタープ2メーター2メーターで上げて120センチ3本で160センチは160センチ4本、5本、4本、1本みたいな感じで、いろんなサイズで使えるように、で持ち運べる最小限、
最大限、持ち運べる最大限のサイズが40センチだったんで、いろんなギアが40センチでこう畳まれること結構多いんで、そうなんですね。なんか30センチか40センチですね。クーラーボックスとかも40センチぐらいだったりとか、だからいろんなものの幅と合わせておけば積載の時にもこうややこしくないし、なるほど。ちなみに40センチはこの中にも入っちゃうんです。今この中に全部いらない袋とか全部ここにいつも入れてるんですよ。これで持ってきてここに片付ける、で片付けるときはここから出すっていう感じすれば、もう写真撮るときも動画撮るときも全く物を動かさなくて、おお、僕めんどくさがり屋なんで。すごい、ここに今喉ほど入ってるんですけど、ほいほい、こうさっきのこのポールを持ち運んでるケースがこちらの、おお、かっこいい、うん、これが40センチ、はいはい、ポールエンドがそれぞれ3つ、3本になってて、マックス3本使う想定で、はいはい、でまあ、レイアウトによってはこれを1本足す。あー、なるほど。このレイアウトだと1本余る。この幅だったら大体いろんなもの、クーラーボックスとかも、テーブルとかも、大体同じなんで。あ、ほんまや。大体同じなんで、これで何も考えずに。なるほど。すごいな、まあ、発明です。発明やね、だいぶ発明。アンティグリスのテントが全て40センチ規格で高さが決められてるっていうのに気づいたのが結構きっかけで。そうなんや、すごいな。テントあればあるほどポールってめっちゃ増えるじゃないですか、うん、僕もポールがもうどれがどれか分かんないし、嫌で太い細いとか、なんか合わんかったとか間違えたとか、統一がしたくて、統一する上でやっぱそのどういうテントの高さのシリーズになってるのか、比較になってるのかっていうのを分析した結果、全部40センチ下がったから最小単位が40センチ。それがもうちょっと長かったら、例えば60センチ規格やったら例えば30センチに分割してたかもしれない。あー、なるほど、はいはいはい。40は結構割り切りしやすいその、ね、長さになってるから、2メーターの。そんなん分析しようと思う、みんな。暇でした、暇だったんで考えてみた、すごい。仕事中ずっとそれしか考えない何センチで分割しようかなるほど、いやすごい、ボールをその全部統一するっていうのが考えもつけへんの、普通。最初に言ってたレイアウトの時にバラバラしない一つのポイントだった。あー、なるほど、すごいな。ほんまに25歳か暇だったんです、すごく暇だったんだ。いや、すごいわ。いや、すごい。あと、このフライパンもねこのフライパンも僕の最近のベストバイこんな浅いフライパンで、うん、まあまあ、まずかっこいいですね、これは。かっこいい、はい、まあ、見た目ね。それだけです。あ、それだけで買って2600円。おお、なんかほどほどにこう購買意欲が湧かない値段じゃないですか、安すぎてけどちょっとそこ勇気振り絞って買ってみた結果めっちゃ好きになったみたいな。おお、なんかインドのフライパンで、なんかよくわからないインドの言葉とナンバー5みたいなわけのわからないシールが、めちゃめちゃ剥がれにくいシールが貼ってあったりして、ガスコンロで燃やして取って、炭にして取ったんですけど、はいはい、あの、うん、めちゃくちゃ面白い形してるんですけど、チャーハンめっちゃこぼれるし、ソーセージはめちゃくちゃ落ちるし転がっていくと。でもよく考えたら僕フライパンディッシュ使ってるなと思って、おフライパンディッシュって、うんうん、よりは使いやすいね、絶対。デモだってクリンってなんないし、うん、それ考えたら割と使えるなって勇気づけられたんですね。勇気づけられた。なんだ一斉とフライパンディッシュ使ってるやないかと。じゃあこれ使えるんちゃうっていう。あ、なるほど。使えるんですけど、そのフライパンだと思ったら結構こぼれる。女子とかに料理させたらめちゃめちゃこぼれる。あー、私も絶対こぼすと思う。これはできない、今日でこう。だいたい端っこにやってもやるんですけど、だいたい端っこに行ったやつを寄せるっていう端のワークになるんですけど寄せていくっていう。あー、それも一つの楽しみ方だよね。そうですよね。まあまあ、本当になんか生きてる時間が湧くフライパンやな。なるほど。あとこのランタンめっちゃ可愛いなと思って、これも見てね。いや、これはね、サウスビーンズ。お、まあ、そうですね、最近ちょっと暑い中華メーカー、はいはい、そこから出た、最近出た新しい形のランタンで、
あ、はい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 。あ、ほんまや、ソーフウィンズとか。そうなんですよ、なんかキャンドルっぽいですよね。うん、確かに。何よりちっちゃいっていうのが、うんうん、まあ、このランタンの良さかなと思ってて、で僕結構あのバックパックとか、あそこにもあるんですけど、バックパックとかでキャンプをするときに、はい、あの今フィアハンドで結構ギリのサイズなんですけど、あ、まあ、それよりちっちゃければな嬉しいなっていうところで、こいつが視野に入ってくるかな。ちっちゃいだけでもだいぶ便利かな。確かに。このドラム缶は？あ、これはあのアルコール燃料を、先ほどのほう、あ、これのアルコール燃料を入れてまして、ほう、なんかめっちゃ可愛い。結構初期で買ったキャンプギアかもしれない。キャンプギアかどうかもわかんない。まあそう言われるとそうやけど、燃料缶ではあります、ね。うん、燃料缶っていうものなんですけど、一応、まあ、他の人はどういう使い方をしているのか全く僕はあの同じのを使っている人見たことがまだないんで、うん、でも Amazon で買えるんですよ。あ、それもそこまで高くない。あ、そうなん、2000円しないぐらいかな。これ可愛いな。そうなんですよ、ほんまにドラム缶のこのちっちゃくしたみたいな。僕もともと結構群膜系だったんですよ。はいはいはい。なんでアンモボックスとかああいうのをメインで使ってて、そこで馴染むようにちょっとミリタリー系っていうので買ってたんですけど、なんか全然こういう雰囲気に持ち込んでもおかしくはなかったんで、うん、確かにそのまま使ってるっていう感じで、そういうのも割と入るし、ねえ、入りそう。そうなんですよ。じゃあだってトランギアよりね、そうですよ、でかいよね。いいですね、なんかいろいろ見つけてきますね。アマゾンめっちゃ見てるでしょ。アマゾンめっちゃ見ますね。最近もうのどほどのものをアマゾンでやっぱ見るんで一回。あー、へー、ね、アルゴリズムがすごすぎてなんかどんどん欲しいもんばっかり出てくるじゃないですか。あー、確かに。アマゾンの文字通り沼へ使ってるって感じなんですけど、これ好きやろみたいなのがね。僕のアマゾンのアルゴリズム結構優秀なんで、へー、ピンポイントでついてるんですよ。じゃあもうこじりまくりですね。そうですね、ポイントがめちゃくちゃ溜まってきてます。はい、じゃあもう詳しく見させていただいてありがとうございました。いや、記念すべき20回目になんとこの一斉さんのサイトを紹介させていただいたこと、本当に嬉しく思います。ありがとうございました。いや、またね、これからあの宴を始めるので、また一斉さんという人がどんな人なのか。キャンプ動画の方も見ていただけます。そうですね。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。